ヘキサニトラトセリウム3アンモニウムは化学式が2、チェ6で表されるセリウムを中心金属とする作体である。硝酸セリウムアンモニウムとも言う。セリウムに6つの硝酸イオンが配位した2価の作イオンのアンモニウム塩である。略称としてキャンと呼ばれる。セリウムが酸化であるヘキサニトラトセリウム3アンモニウムは工業的な需要が乏しく。 単に硝酸セリウムアンモニウムというときは4価の使用を指すことがほとんどである。科学的な性質は硝酸アンモニウムに類似し、爆発性や環境への影響も同様である。元素としてのセリウムに人体や環境への有害性は知られていないが、4価ンは塩素に匹敵する強酸化性物質であり、有機合成で用いられる。消防法の規制を受ける他獲食性物質として、 取扱いには配慮が必要。主役としての規格が j i s 計8556にある。酸化セリウムを熱濃硝酸に溶解して、硝酸セリウムのイオンとした後、アンモニアガスを吸収させるか、硝酸アンモニウムで副分解する。強酸下でないと、加水分解する。ヘクセンイトラタスレイトアニオン4化のセリウムが酸化となるときに、強酸化性を示すことから、 酸化剤として有機合成化学や半導体産業でのウェットエッチングに利用されている。また、金属クロムオニクロム酸イオンに酸化、溶解することから液晶ディスプレイのカラーフィルタやフォトマスクの製造工程でウェットエッチング液の主成分として使用される。濃度管理を適切に行うと金属クロムの薄膜上へフォトレジストにより描かれた微細な回路パターンを 精度よく建造化することができる。ありがとうございます。